はい、ヒロミでございます。前回やりましたマツダ3HFC-FF ミニというね、こちらでございますね。カッティングも終わりですね。コーティングの方もですね、綺麗にしてもらってですね、こんな感じに仕上がったというのをね、ちょっと皆さんにお見せをしたいということね。今回ね、これね、ほら可愛いでしょ、ほら可愛いじゃんね。このマツダ3君をですね、私の持ってるですねフェラーリ FF、 これと、まあ、同じような似たような色にしたんですけど、これが本当に並べたらどうなのかというのは今日お見せしたいということでございます。さあ、それじゃあね、このマツダ3君が、ほら見てごらん、これ向こう側にあるのがフェラーリ FF、 そしてこっち側にあるのがほらほら後ろ姿なんて、ほら似てんじゃないこれちょっとね、ちょっと色違いますけど、雰囲気、俺が言ってたあのフォルムが似てるでしょ、後ろのこんな感じなんですよ。これどう、これ可愛くないね、ほら見てこれ、うわ、俺邪魔、ほらね、似てるでしょ、なんか雰囲気ね。このね、この2台をですね、ちょっと一緒に走ってみてね、どんな雰囲気か、そんなのちょっとやってみたいと思いますが、一応ですね、完成したマツダ3HFC-FF ミニ、こちらでございます。そしてこっちが僕の FF ね、はい、かわいい、2台ともかわいい、かわいい。そういうわけでね、ちょっとね、フェラーリ FF 君と一緒にちょっと走ってみて、走ってる姿がどうなのかっていうのをやってみたいと思いますよ。でも可愛いわ、このマツダ3、本当に、手放したくないな。まあね、京都マツダさんに借りてるからね返さなきゃいけないんだけど、なかなか可愛いからな、手放したくないっていうのが本音だな。さあ、もうね、京都までやってまいりましたよ。これ右、京都駅、人生初の関西を運転してるというね、本当にこれをですね、京都マツダ5号店に、届けるというね、一体ここがどこなんだっていうね、全くわからない状況で、まあ、とりあえず行ってみましょうか。このまんまな、買い取っちゃえばいいんだけどな、可愛いからね、まあ、とりあえず一回ね持ってって、これね、なんで持って帰ってるかって、まあ一応返すっていうのはね、借りてるもんですから、一応こう返そうと、 YouTube だけでこう見るっていうね、パターンが、まあ、普通なので、この車を実際に見ることもないし、触れることもないので、今回、まあちょっと交渉ですけど、この
トヨタマツダさんのね西五条店、まああのここ松島ホールディングスっていうね、会社やってるんですけど、その会社松島ホールディングス、うわなんかすげえ、あれ待ってて、うわ何これ、うわすげえなこれ、なんだろうこれ、なんかすごい、いやー修学旅行見て、いやーすごいね京都ってすごいね、何これこんなのあんだ、すごい素晴らしい、うわすっげえこれ何だ、これ何これなんだ何か書いてあんな、いやすげえなー、こんな、いやー初めて見た、初めて見たっていうか何回も見てんだろうけど、なかなかだな。まあちょっとねお友達の会社ですから、ちょっと社長さんお友達なので松島に言ってこの車を展示してもらおうと、まあ興味のある人はね見れると触れると、なんかね、まあこれもう見てもしょうがないかな、マツダ3ですからね、ただこれマツダ3ですけど、HFC-FF ミニというね、そういうことに、なってますから、これを見たければっていうね、そういう交渉もして、もしあれだったらね、ショールームに飾っていただくなんてことをねできたら面白いなと思って、それで届けてんですよ今回ね。でもすげえな京都って、今の何だったんだろうな、西本願寺、西本願寺、関西エリア初ドライブだな。松田屋さん。あ、ここだ、ここだ、ここだ。あ、人がいるな。あれそうだな。ここだ。ここね。こいつね。あ、この人たち、この人たちが京都の松田さんですよ。はい、これちゃんとこう。着きました京都松田ね、ここでございます。まあちょっとね交渉してみよう、これをね、とりあえずね着いたので、さあそれじゃあね、京都松田さん着いたので、ここからね、いつもの自撮り棒で、行きたいと思いますんで、よいしょ、ほら、ほら、ほらね、ほら、こんにちは、すいません、はい、ここね、ここ、ほらあそこね、松島って書いてあるんでしょ、これね松島ホールディングスって会社がやってるんですけど、ここの社長さんが友達というね、ことで、こんにちは、こんにちは、どうもすいませんね、長らくお借りしてたマツダ3を返しに参りました。はい、こちらですね、はい、店長さんね、はい、店長さん で、僕の友達の松島ホールディングス、お父さんが俺友達で、その息子さんね、松島息子ね、もう一応完成したので、はい、借りたものなので、まあお返ししないといけないということで、はい、お返ししますが、もしよかったらこの本当のマツダのこういう展示してるこのエリアに、はい、俺のじゃねえな俺が作ったマツダ3、これねマツダ3HFC-FF ミニっていう名前なんですけど、はい、それをここに展示していただくっていうのはどうでしょうかね。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫なんですか、これマツダ的には大丈夫なの。もちろん大丈夫です。マツダから俺が怒られるとかそういうことない。いや、逆に喜んでもらえると思います。大丈夫なの、ディーラーですからね、ここね、ありがとうございます。じゃあここね、このよくあるパターンですよ、このね車の本当のマツダのね、ちゃんとここ開けてんじゃん、ここだ、もうここに入れちゃおうね、ここ道から見えるし、ここのね、ここに入れちゃいましょう。じゃあちょっと俺車持ってくるから、はい、バックで入れた方がいいかな。そうです、OKOKOK。 じゃあちょっとごめんね、すいませんね、携帯1個でやっていくから、もう展示させてもらうわね。じゃあ
臨時させていただきます。ちょっとね、ほら、こんな本当の車と一緒にね、いいかも、かわいい。あ、いいねいいねいいね、そう行こう、そしたら本物っぽいから。なんかディーラーにある、ほら、見てこれね、松島ね、これもういいじゃん、これ見て、これいいわ、かわいいね。これで全て完了ということで、私の、マツダ3をいじってみたっていうのの、もう3部作の完結編ということで、ほら、別にマツダにも誰にも頼まれてないのにやっております。皆さんありがとうございました。長らくお借りしました。やっと完成いたしましたんで、これいつぐらいまでこう飾って、今年いっぱいぐらい置いてく、これ大丈夫？もし見たい人がいたら、まあ、今年いっぱいぐらいまではなんとなくここに飾っておくんで、もし興味のある人はね、こんなのありますよっていうのね、見に来ていただいて、まあね、マツダ3買っていただいてもねいいんですけど、まあ、売ってるからいっぱいね、いろんなの、はい、これはね、まだ売らないというね、もう1店舗あるから、そっち、まあ、そこはまあ調べて、なんかね、どっちかにありますんで、はい、ということで皆さんありがとうございました。本当にね、ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。よし、ありがとうございました。じゃあ僕らも本当新幹線なんで帰りますけど、本当にこれだけのために来てるというね。ありがとうございました。ありがとうございました。